練習ラインが油断大敵です。命を照らす光、ここに来たれ。練習台へ。言い抜くなよ。ここクラムで。なるほど、曲がりの剣にとっちゃ因縁の相手ってとこか。で、うちらの茶飲み相手はどっちかの。どっちってあのね。待って、ジュディス、様子がおかしいです。なぜだ、なぜ攻撃が効かない。エアロ食べてる。でもこれってなあ、危ない。なん、なぜ来た。迷いを持ったままじゃ足手まといだと言ったろうが。逃げろ、お前ではどうにもならん。嫌です、私にとってギルドは家族、見捨てるなんてできない。クソが。なあ、貴様ら。落ち着いてグシオス、どうしたというの。なんだこいつは。精霊よ。精霊。グシオス、そなた。ウンディネ、あいつ一体どうしちまったんだ。なんか話できる状態じゃないみたいよ。エンテレ契約といえども、無制限にエアリを取り込めるわけではない。その能力を超えたエアルを体内に取り込んだ者は耐えきれず変異を起こす。そして、まさか星はみとなる。なんだと。それじゃこいつは世界を守ろうとしてあんなになっちまってたのか。グシオス、食ってやってくれ。この者がまだグシオスという存在でいる間に。ああ、はい。結局こうなっちまったか。倒すしか救う道がないなんて。ええ、星神になってしまう前に。ああ、奴が星神になっちまったらそれこそ救われねえだろう。そうですね。これ、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 
分かった任せろ。ナンシー、ラピード大丈夫だ。命を照らす光よ、ここに来たれ。白く全部使いたち、しっかりしなきゃ。聖なる活力、ここへ壊していいぞ。命を照らす光、ここに来たれ。ハートリンダークナイ、魔術に宿る宿命の息吹をこく寝てるな。白く剣に使いたち、その微笑みを我らは。ナンシー、まだまだいける。万物に宿る生命の息吹をここに。リザベックス、行きますか。
命を照らす光よ、ここに来たれ。ハートレスサークル。せめてこれで救われれば俺たちにできる精一杯だ。グシオス、ごめんなさい。まだこいつに恨みがあんのか。そいつはあの化け物の魂だ。砕かずにはすまさん。化け物じゃないです。彼らは世界を守ってくれてたんですよ。さっきの話から想像力働かせてみればナマコでもわかりそうなものなのじゃ。エンテレケイヤの役目なぞ知ったことではない。てめえ知ってるな、エンテレケイヤがどんな存在か。出てまだ狙ってたの？世界がこんなになってるのに。俺の家族は10年前にエンテレケイヤどもに殺された。俺だけではない。曲がりの剣のメンバーの大半が魔物に大事なものを奪われた者たち。この奴らを憎む気持ちは世界がどうなろうと変わるものではない。それでも間違ってるよ。
何？そんなこと続けたって何も返ってこないのに。あの戦争で身内失ったのはあんたらだけじゃないでしょう。そうね。それでも前向きに生きようとする人もいる。憎しみだけでぶつかっていっても誰も自分も救われないのじゃ。それより残ったものを大切にした方が良いのじゃ。町を守って魔物と戦う立派なことだと思いますけど。世界がどうにかなりそうってな時だ。意地になってんじゃねえよ。今さら生き方を変えられん。どうしても邪魔するってんならここで白黒つけなきゃなんねえな。ボス。待ってください。傷の治療だけでも。起きろ貴様ら。撤収するぞ。ありがとう。分かってくれたのかな。さあな。さあ、精霊化を済ませましょう。まま、ピクリとも動かんのじゃ。意識すら飲まれかけていたのだ。しばらくは目覚めまい。さあ、名付けてやるがよい。属性は何です？大地深く根ざした力、すなわち真。大地なら根を張るもの、ノーム。地の精霊、ノーム。目覚めたら伝えておこう。星葉美がエアルを調整してくれようとしたエンテレケイアの慣れの果てなんて。まったく人間ってやつは本当に自分の目で見えることしかわからないもんだな。んで、巡り巡って結局一番悪いのは人間ってか。笑えないね。いつだって何かやらかすのは人間なのじゃ。じゃあ、なおのこと頑張らないといけませんね。そうだな。その通りだ。エンテレケイアに家族を殺されたね。クリントって言ったが、あのさん、憎む気持ちは簡単には消えねえんだろうな。そうね。支援もあるんでしょうけど、魔物を狩ることが彼の生きる目的になっているようにも感じたわ。前に私がそうだったもの、ブラスティアを壊すことだけが生きがいだったわ。でもジュディ姉は今は違うのじゃ。だったら変われるんじゃないでしょうか、ジュディスのように。どうだろうな。どっちにしろ俺たちは俺たちの目的を果たすだけさ。そうだろ、カロル。うん、そうだね。